よし、じゃあ続き寄っていきましょう。新しい少年がいるんですけれど、めっちゃうまそうな肉作ってんだけど、何これ。ちょっとください。君は私の姿が見えるのかい。これは何とも珍しい。どういうこと、また幽霊なのお前。幽霊である私が見えるとは、君は少し他の人間とは違うようだな。物を作る以外にもそういう霊能力者的な能力もあるんだ、俺。すげえな。ん？私かい？まあ、顔がめり込んでるから幽霊であることは間違いないだろうけど。私かい？私は生前、料理の研究をしていた美食家でね。この肉も、霊なのかな？じゃがいもも添えて美味しそう。長年の研究の末、ついに至高の調理器具、レンガ料理台を作り出せたと思ったら、レンガ料理台。これでパンとかも作れるようになるんじゃない？美味しい料理を求める魔物に襲われ、命を奪われてしまったというわけさ。それで今、自爆霊になってるって感じか。料理というものは、魔物をも狂わせる。君も気をつけたまえ。それは魔物を料理してんだから当たり前じゃん。俺の同胞をよくもって感じでしょ？なるほど。ああ！ちょっと待って、お前、後ろ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 ！あ、何するしてんだよ、ちょっと。なんで俺だけ攻めてくるの？ちょっと、やめて、やめて、やめて。この鉄の悟りが強いって。強いぞ。なんか急、何や、そのマーク。クイックタイムみたいについてるよ。で、攻撃を避けて二人同時に避けたいっすよ。結構ダメージあるね、それ。回転攻撃はこいつらから教わったんだけどね、剣の師匠であるわけだからね、こいつらは。剣の師匠を超える男。優位所持。オッケー。このスライムちゃんは関係ないのかな？この復活ぶりだけ。あと一発。よい、あって。まずい。その攻撃は避けての優位所持。オッケー、ナイス。いいぞ。強い。てん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 。どうしたの？俺に、それください。おや？魔物を倒してしまったのかい？君もこちらの住人になれるところだったのに、誘われてるんだけど、死後の世界に。まあ、確かにね、霊となってね、ここで生きられるなら、苦しみもないだろうし、ね、腹が減ってね、苦しむこともないだろうし、永遠の安らぎを得られるわけだからね、そっちもいいかもしれないけど。おお、そうだ。私のことが見える君に一つお願いしたいことがある。なんすか？私が長年続けてきた料理の研究と、その極意を受け継いで、これからこのアレフガルドの世界で最高の料理人を目指してくれないか。なんなんすか、いきなり。料理人ですか？私ビルダーなんですけど、まあ、確かに料理もね、クリエイティブな仕事だしね。まあいいかな、料理できる男はモテるし、花婿修行としてもいいかもしれないからね。これ悪い話じゃないだろ。アレフガルドの料理を復活せよってやつさ、タイトル文字って。そっか、じゃあピリンちゃんにも教えてられるし、いいかな。物を作るのに忙しくってそんな暇ないだって。まあお腹すくからね、どっちにしたって料理しなきゃいけないし。だー！料理だって立派なものづくりじゃないか、このおたんこなすめ。古いわ、おたんこなすとか、久しぶりに聞いたわ。料理はただ空腹を満たすだけではなく、人の心に光を与えるものなのだ。そうだね、まあ、満腹中枢を刺激するとね、幸福感も得られるしね。君がもしこの世界を救おうとするなら、私の料理を継承し、作り出していってほしい。君にレンガ料理台の作り方を教える。いや、嫌だと言っても教える。強制なんですね。頼む。どうか私の料理の力もアレフガルドの復活に役立ててくれ。そう言われちゃったらもう作るしかないわな。どっちにしたってさ、私お腹がさ、今さ、まともな料理がないから、その満腹度をね、満たすのが大変なんですよ。なので肉料理があれば一気にね、満腹度上がると思うんで、これはかなり便利だと思う。レンガ料理台を手に入れた。レンガで囲い、火力を集中させた調理器具だって。じゃあ、調理室のとこに、消えたんだけど。教えるだけ教えて、あいつ消えたぜ。ちょ、これ持っていこうぜ。よいしょ。オッケー、ナイス。おしゃれテーブル手に入れたぞ。やった。肉料理プレートだって。これも食べられないのかな、もしかして飾りで。まあ、そうだろうね。まあ、幽霊が作るようなもんだし、生物ではないだろうしね。よいしょ。これも取って、で、これさ、さっきの切り出したんだけど、これもしかして鉄じゃね？多分そうだよね。鉄、よいしょ。よいしょ。これで鉄装備が作れるんだよ。ナイス！いいね。これで一気にひらめに鉄のインゴットだって。鉄のインゴットを作ったら多分鉄装備を一気に覚えると思うけど。よし。鉄装備はかなりでかいよ。ね、かっこよくなると思うんだよね。マーブル石？石マーブルガンだって。あ、これか。これなんかさ、家作りの素材に使えるとかね、マーブル岩だって。いろいろたくさんあるんだ。マーブル、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 これ？ピリンちゃん？ピリンちゃん！なんでこのとこにいるの？つか何この毒沼。こっちだよって言ってる。ピリンちゃん、どうしたのこんなところで。あ、アビブ、こんなところで何をしてるの、こっちのセリフだって。あれあれ、これでしかじかで。ロロヌに言われて鍛冶屋を探しているんだ。あ、それもあったね、そういえば。相変わらずヒゲ親父に馬車馬のように働かされているんだね。社畜なんですよ、私。今、逆らえないんです、ジョージには。何？ピリンこそここで何をしてるんだって。なんか牢屋みたいなのあるよ、鍵付きで。うふふ、ねえねえ、アビブ。あんなヒゲの使い柱やめて、あたしと言って、いいね、愛の逃避行。夜な夜なね、二人で。
実はね、私、あの町の人たちが邪魔で邪魔でした。ピリンちゃんはこんなこと言わないよ。アイブ、私と一緒に逃げよう。私と二人きりで暮らそうよ。で、ピリンちゃんの偽物でも、別にいいわ。偽物でも二人で逃避行できるなら別にいいんじゃないかな。どうだろう。地獄の底で。え？ああああすごいでかい。待って。なんだよ、こいつ。もうちょっと騙してからやるよな、お前も。待て。めっちゃ強いんだけど。16とか今ダメージだけどよ。逃げようぜ。壁をうまく使って。うわー壊せんのかよ、それ。マジかよ。よかった、俺。あ、初めて、石垣の地を手に入れた。マジかよ。あ、じゃあさ、俺もしかしたらさ、俺の町、こいつに壊されてたかもしれないね。よかった、遠くで戦ってみて。よいしょ、もうね、KT フィールドやんのよ、心の壁。近づいて、よし。あ、ごめん。気づいて、壊されちゃうから、耐久度を気にしないで、こいつに壊してもらえば、ね、材料手に入るね。こいつに壊してもらおうか。防御が崩れた瞬間に、よいしょ、構え！強いな、こいつ。あ、悪魔の記事を返さなくて、なんか特別なアイテムとか音さないと。何だったんだろう。これ何？これ新しいやん。しっかりした草だって毒に侵されてるけど大丈夫？あ、なんか声が聞こえるよ。使う。え、鍵なんて持ってねえんだけど。ははは、毒沼で泳いでんだけど、スライムが。かわいい。どうすりゃいいんだろうな。このさ、下のさ、この素材も取れるんだろう。あ、毒沼の土だって。初めて砂を手に入れた。ガラス！あ、ガラスをひらめいた。ガラスいいね。多分砂で作るのかな。砂も集めとこうかな。ガラス作ればね、壁に作ればね、おしゃれな家も作れるだろうし。なるほどね。鍵をどっかでゲットしてこなきゃいけないと。一回家戻りましょうかね。あの、ちょっと美味しいもの作りたいし。何寝てんだよ俺のベッドで、てめえ。おい、俺のベッドだぞそこは。アビブよ、どうだ、鍛冶屋の子孫は見つかりそうか。そんなこと、ベッドの上に立たないの、行儀悪い。では、アビブ、以前も伝えたことだが、改めて言っておく。なんすか？新しい扉の先では、新しい素材や新しい魔物と出会うだろう。それは、必ず一度素材にし、ひらめいたものは必ず一度作ってみるのだ。うん。忘れるな。それがビルダーとしての鉄則だ。ビルダーの何を知ってんだよ、お前。さて、探してほしい鍛冶屋の子孫は、赤い扉の先、コンパスが示す場所にいるはずだ。なんで場所知ってたんだろうね。ショーターによれば、魔物に囚われ、牢屋に閉じ込められているオルトの噂もある。もう死んでんじゃない、さすがに。装備も整えて、その地に向かい、鍛冶屋の子孫を町まで連れてきてくれ。鍵がなんかね、ダメだって、また寝やがって。起きろよ、お前、くそ。なんで俺の部屋勝手に使ってんだよ。ピリンちゃんは高いとこいるしさ。ロシクはもうぐっすり寝てるし、お前。働けよ、畜生。じゃ、ロロンドさんの部屋で寝るしかないか。くそ、腹立つ。あれ、でもこっち側がケッパー君の部屋だよね。こっちロロンドさんの部屋なんだけど。なんでそのシャッフルしてんだよ、俺せっかく作ってんのに。ああ、もう腹立つわ。なんで俺がこんな藁のベッドで寝なきゃいけないんだ、くそ。まあ、仕方ないね。さ、じゃあ、せっかくね、ゲットしてきたんで、まずは、いや、釜か。レンガの釜作りましょうか。ね。で、美味しいお肉を作りましょう。こっちかな？で、作り方が、あるかな。ある、あったあったあった。レンガ料理台。料理用の焚き火が1個と、鉄のインゴットが1個必要なんだ。焚き火を1個作って、で、インゴットは左の炉かな？よし。で、こっち側で鉄を作る。あ、アビブひょっとして私のために新しい料理を作ってか、ちょっと待って、せかさないで。うん。物知りのショーターから聞いたんだけど、ショーターか物知りキャラなんだね。赤い扉で行けるドムローダって場所には、昔有名な料理人が住んでたんだって、あったよ。なんか、幽霊だったから。この人を探して話を聞けば、新しい料理の仕方がわかるんじゃないかな。私が作りたいのは、お腹に溜まって力が湧くような料理。確かに肉料理はね、力溜まるしね。うん。お腹に溜まる何かにお肉を挟めばできると思うんだけど。ハンバーガーとかかな？アビブ、気が向いたらでいいから、新しい料理を考えて私に持ってきてね。サンドイッチとか、ハンバーガーとか作ればいいかな。うん。鉄のインゴット、います。よいしょっと。これたくさん作っといてもいいだろうね。うん。で、あ、木の扉をひらめいただって。鉄で木の扉を作るの？どういうこと？それはさ、木材手に入れた時点でひらめけよ、お前。発想が貧困すぎるだろ。あ！草花スコップ来た！これで花壇が作れるってわけだね。お、剣の壁掛けだって。戦いには使えない飾るための剣。あ、武器。あ、いいね。武器屋さんにね、置きたいね。鎧の置物だって。すごいね。めっちゃさ、室内装飾凝ってるね。たくさんあって。すげえな。ちょっとガラスも作っとく。ガラスで多分窓とかが作れるようになるんじゃないかな。これでクラフトで。めっちゃひらめくね。ドレッサーだって。あ、
これ、俺の部屋にもあるけどね。これピニちゃんの部屋にも置いてあげようか。いいじゃん。女の子やっぱね、鏡が必要だからね。ガラス窓、いいじゃん。すごい装飾。じゃあどんどん作ろう。鉄のインゴとちょっと作れるだけ作って、で、レンガ料理台を作ると。作りまーす。しかし鉄装備ひらめかなかったね。鉄手に入れたら絶対さ、なるかなと思ったんだけど、まだまだ必要な材料があるってことか。なるほどね。じゃあせっかくなんで、ここのね、あの、ご飯どころ、ここに、これ、レンガ調理台。あ、かわいいじゃん。これどこに置こうかな。なんか料理作ってんだけど、仕事するふりはやめて。お前邪魔だよ、そこ。そこに置きたいからさ、お前邪魔。オッケー。ここに置く。来た、レンガレストランを初めて作っただって。すげえ。美味しい料理をみんなで食べれば魔物もへっちゃら。住人が料理を収納箱に入れる拠点内でお腹が減らない。素晴らしいね、レンガレストラン。で、これで作ってみる、せっかくだから。ね。お、焼ききのこ、あ、うさぎステーキができたよ。で、パン、パン来た。パンの材料たくさんあるからね。豆乳とかも作れるんだ。豆が必要だ。豆乳いいな。きのこ豆乳スープだって。結構凝った料理も作れるんだね。じゃ、せっかくなんでうさぎステーキ作りましょうか。ちょ、生肉1個しかないけど。うさぎステーキ。これ腹に溜まるんじゃないかな。あとパン。パンはね、今だいぶ持ってるんで、これでいいんじゃないかな。お、ハンバーガーひらめいた。来た来た。これがピリンちゃんが頼んでたやつでしょ、きっと。肉をジューシーに焼き、バンズで挟んだもの。4マス回復って書いてあった。うさ豆バーガーだって。力の出る素材を挟んだバーガー、お腹がいっぱいになる。一定時間5威力上がる。え、じゃあ一回食えば一気に溜まるってこと。あ、これめっちゃいいじゃん。パンとカゴを手に入れた。食べられない。あ、これも飾りの装飾系ってことね。装飾系が充実してるのはいいね。え、うさ豆バーガーめっちゃいいじゃん。パンとうさぎステーキ。普通のハンバーガーはパンとうさぎか。で、こっちは枝豆が必要なんだね。どうしよう、どっち作ればいいんだろう。とりあえず高級な方作っとくね。これで、これお腹いっぱいになるとめちゃめちゃいいな。これ多分ピリンちゃんが、ね、元気が出てくれるんじゃないかな。あれ元気出てない。やっぱ普通のハンバーガーじゃないから。めっちゃ応援してくれる。ありがとうみんな。俺頑張るよ今後も。いいね。よし。あ、なんか食ってる。お前何食ってんだよ。早えよ。俺が作ったのさ。早速食ってんじゃねえよ。なるほど。じゃあハンバーガーの方だったのかな。材料足んないからちょっとうさぎステーキも回収して、生肉たくさん取ってこようかね。これさ、うさまめバーガーがたくさん作っとけば、食料事情には今後困らないだろうしね、だいぶ。よし。オッケー、じゃあ作りましょう。うさぎステーキ14個できたんでね。じゃあ、一つだけハンバーガー作って、ピリンちゃん用に作って、あとはうさまめバーガーにしようかな。じゃあ、ハンバーガー作りまーす。よいしょー。さあ、どう？ハンバーガーを1個作った。これで、おー、準備できたよ。ピリンちゃん、君の大好物のハンバーグだよ。ハンバーガーだよ。うわーすごい。餌付けみたいになってくる。はい、餌だよ、どうぞ。うわーすごい。私のために新しい料理を作ってくれたんだね。いきなりハンバーガーってね、難易度高いけどね。へぇ、ハンバーガーって言うんだ。とっても独創的な料理だね。もらっていい？まあ、でも思いつきそうだけどね、すぐ。ハンバーガー。RPG とかでもね、肉の上に、パンの上に、ね、肉乗せて食べたりとかするしね。じゃああげまーす。はい。やったー、ありがとう、アビブ。後でゆっくり食べてみるね。今食ってよ、出来たてで。なんだ、アドレなんだろう。あ、そうだ、私もアイブのために新しい料理を考えたんだ。何、ゲテモノ料理じゃないよね。骸骨の頭に、土蜘蛛とドラキーの尻尾、それに桃柿の実を入れて、桃柿の実は絶対入れるんだね。好きなのかな。赤い油と土で煮詰めた料理なんだけど、なぜ土を入れるっていう発想になるの。まず食べられないじゃん、土って。鉄分はあるかもしれないけどね。まだ試行錯誤の最中だから、まずはロロンドに一度味見してもらうね。これはロロンドさん最後のね、食事になってしまうかもしれないけど、まあ、ロロンドさんなら別にいいかね。メルキ登録さえ残してくれればね、別に全然いらないし。でも森のサラダ2つもくれるの、ありがとう。森のサラダね、レシピ大変だからね、材料。いや、これは作ってもらうのありがたいわ。じゃあせっかくなんで、お邪魔だよ。お邪魔だよ。新しい町の住人が増えたのか。そうなんで、君の忠告を完全に無視して増やしてやったぜ。ところでアービブ、ケッパーって衛兵のことどう思う？え、君よりは全然使えるし真面目だしいいと思う。あいつ毎晩夜通し見回りしてて眠ってるところを見たことねえ。確かにね、一回も寝てるところ見たことねえわ。いつ寝てるんだろう、あの人。いくら衛兵の子孫だからってどういう体の仕組みになってるの？これ怪しくない？実はモンスターとかそういうことありえそうじゃない？不眠不休で。あ、これなんかちょっとフラグになってそうで怖いわ。ちょっと豆乳も作ってみる？多分豆乳作ればキノコ豆乳スープが作れるようになるよね。なんか一回は作っといた方がいいって言ってたから、多分新しいレシピもひらめくかもしれないし。で、キノコ豆乳スープ作ります。これどれくらい回復するんだろう？4マス回復か、一定値が守備力が上がる。さあ、追加効果があるっていうのはいいよね。ちょっと守備力上げとこうで、守備力。ほんと、
キノコ豆乳スープと、うさ豆ハンバーガーだっけ？うん。この二つを主軸にしようか。食べ物。いいね。はい、どうやら、ピリンちゃんに化けたあの騎士が、鍵を落としてたみたいですね。ちょっと編集してて気づいたんですけれど、これを使うみたいです。めっちゃ悩んじゃったわ。めっちゃ探し回っちゃったわ。じゃあこれで行きましょうか。すいません、お待たせしました。郵便でーす。はい、じゃあ開けまーす。よいしょっと。失礼します。お、開けると。失礼しますね。あら、結構綺麗なお部屋じゃないですか。ああ！ハゲなおっさんがいる。あ、一応捕まってるんだ。なんかすぐ取れそうな感じしてるけど。こんにちは。衰弱しきってんじゃん。大丈夫？誰だろう。あの扉を開けたってことは、まさか悪魔の騎士を倒した。倒しましたよ。ひねり潰してやりました。それにしたってどうしてこんなところで。あなたの力が必要なんです。お願いします。こう自分で作った町をより強く大きくするために、伝説の鍛冶屋の子孫を探しているってわけが、今の数秒の間に全部伝えられたんだ。すげえな、俺の手話能力。なら、よかったな。お前さんの目の前の男が、伝説の鍛冶屋の子孫、雪の兵だ。雪の兵さんって名前に合ってないね、なんか。もっとなんかガルダンとかさ、すごい渋い名前っぽい感じの顔してるけど。お互いの話は話すから、あ、道すがら、するとしよう。まずはお前さんの町とやらに連れて行ってくれ。そうですね。おお、すげえ。どうやって取ったんだろう、鍵ないのに。お前さんの町に行こうって言ってる。わあ、めっちゃ追いかけてくる、ガチムチが。ガチムチが追いかけてくる、助けて。めっちゃガチ、待って、サムネ用の記念撮影撮りたいから、ちょっとこっち来てください。お願いします。ちょ、追いかけてくるんだよ、あいつ。どこら辺がいいですかね。やっぱ、ここら辺がいいですか。ここら辺で。いいね、ガチムチとツーショット。いいぞ。なんか後ろに変なのがいるんだけど。ちょっと待って。ここで。オッケー。いい感じ。あ、いいじゃないですか、これで。めっちゃ見てる、ガチムチが。ここら辺の角度、いいっすね。いや。ちゃんとハイポーズしてくれた。よし、これで OK です。ありがとうございました。今のでサムネの写真は OK です。じゃあ、行きましょうか。よいしょ。君らの翼を使って拠点に帰りまーす。よいしょ。これで一人だけとかないよね。二人分ちゃんと帰れるよね。これで置いてきぼりとかそういうパターンだったら面白いんだけど。到着でーす。最高が我が町です。どうですか？また男なんだね。そろそろ女の子増えてもいいんじゃないかな。うおー、これがお主の素晴らしい。すごいでしょ、この町。俺が作ったんすよ。ほほう。ここがお前さんが作り上げた町。そうなんです。みんな集まってる。いいね。ここもサムネにしたいな。めっちゃ集まってていい感じじゃん。うん。ということは、お前さん側の伝説のビルダーだってのも、本当みたいだな。それも話したんだ、あの2秒間の間に。よし、わしもここへ住まわせてもらおう。魅力だが、お前さんたちの力にならせてもらうと。多分一番活躍すると思うよ。ここに役立つが一人いるんだよ、ここに。はい。そいつよりは全然活躍できると思うよ。どれにしても。この地が今や伝説として語り継がれる最強の城塞都市、メルキドがあった場所だな。だいぶ狭くなっちゃいましたけどね。やはり巨大なゴーレムによって滅ぼされたというのは本当だったのか。ゴーレムか、また襲ってくんのかね。ん？そんなはずはない。ゴーレムはメルキドの守り神だったはず。そうだよね。どういうことなんだろうね。暴走しちゃったのかな。竜王の力によって悪の力に目覚めちゃったみたいな。大の大冒険でもあったもんね、そういうの。メルキドが滅びたのは何百年も前だ。実際のところ何があったのかわしは知らん。それは伝えるものもなんか天気とかもないしね。だがな、メルキドの生き残りが語り継ぐ話だそうだ。きっと間違いはないぜ。多分メルキド僕に書かれてんだろうね。こいつが早くさ、ロロンドさんが早くさ、読み解いてくれないと。さてと、せっかく伝説のビルダーに会えたんだ。俺とビルドアップしないかとか言わないでよ。伝説の鍛冶屋の子孫として伝え聞いてきた、鉄の武器。来たよ、鉄装備。これで一気に防御力上がるぜ。武器作りに使う鉄はわしがいたノムドーラの砂漠地帯にたくさんあると。あ、もうたくさん取っときましたよ、すでに。やったぜ。お、鉄の剣をひらめいただって。攻撃26。これは強い。もう銅の装備がさ、壊れかかってたねって。おー、金槌、とても硬いものを壊せるだって。で、今まで壊せなかったものも壊せるようになるって感じかな。いいじゃない。鉄の鎧、防御力17。これはでかい。装備したらかなり強くなると思うよ。鉄の盾、鉄を平らに打ち、木の持ち手をつけた盾。鉄の盾めっちゃかっこよくない？なんか。見た目がめっちゃかっこいいわ。で、一斉に解散するんだ。なるほどね。ちょっと鉄装備作ろう、鉄装備。せっかくなんでちょっと装備したい。じゃあまずは鉄のいいことたくさんもう作ってあるか。鉄の剣。いいね。鉄の剣まで来るとさ、物語中盤まで来たって感が出てくるよね。いいじゃない。ロマリアあたりまで来たって、そんな感じ。鉄の次は装備も。いいぞ。で、大金槌も作っとこうか。鉄のいいこと結構消費するんだね。たくさん取っといてよかった。鉄の鎧と、素早さとかさ、素早く、なんか遅くなるとかないかな。大丈夫かな。さすがに素早さ要素はないよね、このゲーム。オッ
OK。鉄の鎧。じゃあ装備しましょうか、せっかくなんで。いやー、ワクワクするね。この新しいものを装備する瞬間っていうのはドラクエでもね、すごいワクワクする瞬間ですよね。装備。で、装備外して、じゃあどの次は装備外しちゃって、で、これ OK。で、鉄の鎧と、鉄の盾。アクセサリーも2つ装備できるんだね。おー、すげえ、めっちゃかっこよくなってんじゃん。めっちゃ破壊神みたいになってるけど。破壊の鉄球みたいじゃん、この鉄のやつ。超強そうなんだけど、鉄装備がめちゃめちゃ強そう。いや、これはいいわ。めっちゃ後ろで羨めしそうに見てるよ。大丈夫よ。うわ、かっけえな、これ。ここもサムネにしたいぐらいだわ。破壊神アビブ誕生みたいな。いいじゃない、かっこいい。おー、でかしたぞ、アビブ。伝説の鍛冶屋の人、雪の部屋をこっち連れてきたんだ。そうなんですよ。また部屋作らないとね、雪の部屋さんの。ね、魔物がピリンに化けていた。雪の部屋が魔物に捕まっていただと。そうなんですよ。こんなね、全然ガリガリしてないからね、つい最近捕まったみたいな、そんな感じなんだけどね。今までどこにいたんだろう。んー、やはりな、魔物たちは我らを警戒し、監視しているようだ。警戒。それゆえに、我が輩やピリンのことを知り、我らに接触させまいと、雪の部屋を捕まえて、おとりにまでしたのだろう。あ、じゃあ、ビルダーを倒すために、おとりとして使ってたってことか。これはますます油断なら、さらにさらに町の守りを強化せねばならない。そうだね、ちょっとね、あの穴だけだったらね、心もとないよね。空飛ぶ敵にはさ、対抗できないから。とにかくご苦労であった、アービブ。雪の兵と話し、新たなものの作り方を学ぶのだ。もう学びました、大丈夫です。先にやっちゃいましたよ、申し訳ないです。命の木の実、いいね。5上がるだけでだいぶ変わるからね。ただまたロロンさんのクエストなんだ。こいつ頼み事ばっかだな、俺に、ほんと。自分で少しは解決してほしいよね。時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回ロロンドさんのまた頼みを聞いてね、場所を学ぶとか働きたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。